あら、あそこの間のところ違うか。カフェ入り口です。行ってきます。絶景カフェですね。台湾カステラが一番最初にあります。ここがルーローハン。海さんはルーローハンにするみたいです。でこの台湾混ぜ麺っていうのもいいかなと思ったんですけど、割り半麺にしようかなと思います。デートとかいいかもしれません。で、この入り口の隙間から行くと海の方に抜けれそうだったので、ちょっと行ってみます。金のゴリラ。風が強い。まっすぐ奥が鹿の島ですね。金印が出てるところで、この右側の奥が、向こうの島です。カフェ利用とかも良さそうですね。あと、なんだっけ、かき氷が大きかった。あ、かき氷の絵はないですけども、お店で頼んでる人がいて、ものすごく山盛りで美味しそうでした。